今ここにこうしている人たち、彼らのほとんどはすでに息絶えています。皆わずか24時間足らずの間に亡くなりました。一体何が起こったのか、時間を少し巻き戻してこれから私が皆さんにお話ししていきたいと思います。まずはこの方たちをご紹介しましょう。アンジェロッティ、彼は政治犯で共和主義者です。脱獄してある教会へ逃げ込んできたことでこの悲劇は始まりました。スカルピア、彼はローマの警視総監です。共和主義者を次々に投獄してローマ中の人々から恐れられていました。そんな彼がどうしてあっけなく死に至ったのでしょうか。スポレッタ、彼はスカルピアの部下です。この中で唯一生き残ったのがスポレッタでした。マリオ・カバラド氏、画家でトスカの恋人です。アンジェロッティの逃亡を助けたことで巻き込まれ、ついにはスカルピアに死刑を宣告されました。その死刑とはどんなものだったのか。フローリア・トスカ、有名な歌手でカバラド氏と深く愛し合っていました。美しく情熱的ですが嫉妬深いところがあり、それをスカルピアに利用されたためこの悲劇は起こったとも言えます。では一体何があったのか詳しくお話ししてまいりましょう。時は1800年、6月17日午前から18日の明け方までに起こった出来事です。ところはローマ、ここはテベレ川のほとりにある教会です。この時ローマは王政の下で恐怖政治が行われていました。政治犯として捕らわれていたアンジェロッティは脱獄に成功、この教会へ逃げ込んできます。ここには妹のアッタバンティ公爵夫人がたびたび訪れ、兄の解放を祈っていたのでした。画家のマリオ・カバラド氏は教会でマグダラのマリアの絵を制作中でしたが、偶然見かけたその美しい公爵夫人を密かに絵のモデルにしていました。カバラド氏はトスカの肖像を見ながら、二人は目の色も髪の色も違うが芸術の中ではその異なる美しさが調和すると言い、恋人のことを思います。物音に気づいたカバラド氏はそこにかつての友人で共和主義の同志だったアンジェロッティがいることに驚き、二人は喜び合います。事情を聞き彼をかくまうことを約束するカバラド氏、そこへトスカの声がしたのでアンジェロッティは再び礼拝堂へ身を隠します。入れ違いにトスカが今夜彼と会う約束をしにやってきますが、教会の鍵が閉めてあったので誰か他の女性と密会していたのではとカバラド氏を疑います。トスカは今夜舞台が終わったらあなたの別荘へ行って素敵な時間を過ごしましょうと誘い、二人は会う約束を交わします。が帰り際、絵の中の女性を見てアッタバンティ公爵夫人だと気づき激しく嫉妬します。しかしカバラド氏の情熱的な愛の言葉で機嫌が治ったトスカは、絵の女性の目を自分と同じ黒にしてくれるようお願いして教会を去ります。囚人が脱獄したことを知らせる大砲が鳴ったので、カバラド氏はアンジェロッティを自分の別荘にかくまうため急いで一緒に教会を出ていきます。その直後、警視総監スカルピアが部下のスポレッタを連れ
アンジェロッティを追って教会へやってきます。何か痕跡を残していないか教会を探すと、女性に変装して逃げようとしたアンジェロッティが忘れていったアッタバンティー家の紋章入りの扇子が見つかります。カバラドシを追えばおのずとアンジェロッティの居場所がつかめるに違いないと確信するスカルピア。そこへ今夜仕事で会えなくなったことを告げにトスカが戻ってくるので、スカルピアはわざと優しく近寄り扇子を見せて嫉妬心を煽ります。彼があの別荘で公爵夫人とも密会していると思い込み、激しく怒ったトスカは浮気現場を抑えようと別荘へ向かいます。すぐに彼女の後をつけるようスポレッタに命じるスカルピア。トスカを我が物にしたいと狙っているスカルピアは、脱獄犯とトスカの両方を手に入れることを思い描き、気持ちが激しく高ぶっていくのでした。それではこの悲劇の物語、皆様の目でどうぞお確かめくださいますよう。Thank you.
Oh,
Thank you.
Respiri una carrozza presto seguirà dovunque vada non visto proveni sta bene il convegno Palazzo Farnese Thank you.
を始めましょう。その前に浮気を疑い別荘へ追っていったトスカはどうなったか。もちろんそこに公爵夫人はおらず、カバラドッシ一人でした。それでも嫉妬が収まらないトスカに、カバラドッシはアンジェロッティのことを打ち明け、別荘内の井戸の中にかくまっていること、公爵夫人は彼の妹であることなどを話し、ようやくトスカの誤解は解けたのでした。さて、ここは教会からほど近いファルネーゼ宮殿の中にあるスカルピアの部屋。トスカの後を追って別荘に行ったスポレッタは、アンジェロッティがいなかったこと、代わりにカバラドッシを捕らえてきたことをスカルピアに報告します。アンジェロッティの居場所を白状させるため、スカルピアはカバラドッシの尋問を始めますが、なかなか口を割りません。その時スカルピアに呼びつけられたトスカが入ってきます。カバラドッシは連れて行かれる前、トスカにアンジェロッティのことをそっと口止めします。スカルピアはトスカにも尋問しますが、別荘には一人しかいなかったと言い通すので、隣の部屋で拷問されているカバラドッシの苦痛にうめく声をわざとトスカに聞かせます。耐えきれなくなったトスカは別荘の井戸の中にいると白状してしまうのでした。再び連れてこられたカバラドッシがトスカの裏切りを知り非難しているところへ、先ほどのナポレオン軍の敗北は誤報だったとの知らせが届き、カバラドッシは勝利だ、これで恐怖政治は終わるのだと喜びの声を上げます。怒ったスカルピアは彼を公主刑にするため連れ去ることを命じます。スカルピアと二人になったトスカはどうしても彼を助けてほしいと頼み、いくら払えばいいかと聞きますが、スカルピアはその代償としてトスカの体を要求します。激しく拒絶するトスカ。その時死刑囚の護送の太鼓の音が聞こえてきます。絶望したトスカは、私は今まで歌に生き神への愛に生きてきたのに、なぜこんなひどい報いを与えるのですかと神に強く訴えるのでした。そこへスポレッタが来て、追い詰められたアンジェロッティが自殺したことを告げ、カバラド氏の処遇を尋ねるので、トスカは観念して要求を受け入れる決心をします。スカルピアは公主刑ではなく見せかけの銃殺刑にするようスポレッタに命じ、パルミエーリ伯爵の時のようにと付け出します。トスカは見せかけの処刑の後、カバラド氏と国外へ脱出できるよう通行証を要求します。書き終えたスカルピアがトスカに近づき襲いかかろうとしたその時、トスカは思わず近くにあったナイフを手にするのでした。
quell'altro s'asconde. Ogni soggesto, ogni accento radia, parve forma ironia. Chi lo trassi in arresto? Meno male. Egli è là. Oh, piangelo qui, non lo so. Negate d'avermi dato cibo. Nego. E vesti. Nego. Nella villa che là si è nascosto. Nego, nego.
Roberti! È sveduto! Assassino! Voglio vederlo! Portatelo qui! Madonna bella,
giurata fede debbo tradir, ne voglio altra mercer, ne voglio altra mercer. Thank you.
volke! E l'altro prigionier, il cavalier Cavaradossi, è tutto pronto, eccellenza! Io m'assisti! Aspetta! Thank you.
ここはサンタンジェロ城の屋上にある牢獄と処刑場。今まさにカバラドッシの処刑の準備が進められています。自分の死を予感しているカバラドッシはトスカと過ごした幸せな日々を思い出し、恋人との別れを思って絶望して泣き崩れます。そこへトスカが現れ、驚くカバラドッシにこれまでのいきさつと、銃殺刑は空砲による見せかけだからうまく死んだふりをしてくれればその後無事に逃げられると話します。信心深い彼女がスカルピアを殺したことに驚き、彼女の手を取って慰めるカバラドッシ。二人は事態の重さに気づきながらもお互いへの愛と未来を語ります。刑場に赴くカバラドッシにうまく倒れてねとささやくトスカ。やがて処刑が行われます。兵士が去ったのを見てトスカはカバラドッシにさあ行きましょうと声をかけますが、彼はもはや動きません。スカルピアに騙されたことに気づき、恋人の亡骸のそばで嘆き悲しむトスカ。そこへスカルピアが殺されたことを知ったスポレッタがトスカを捕らえようと追ってくるのでした。Ah!
sua grazia è questa? E l'ultima. Che dici? Lieto sangue il mio amore vorrea, for bene son giorni pianti. Infatti, d'orror, la Madonna mi fu di ai senti. Il mio potro del cielo, già nel cielo, impotevo le braccia levo. Davano i tamburi, rideva il potro, rideva già la sua preda pronta a guerra. Si vera, si, ma la sua prova me prezi. Questo protico è bella. Tua mal l'uccidesti, tu pia, tu benigna e per me. All'esser mio la gioia ed il desire.
Perché indossano ancora
トスカにいらしてくださいましてどうもありがとうございました。たくさんのスタッフと共演者とに支えられて今日の日が迎えられて本当に幸せに感じております。そしてこんなにたくさんの方々に今日の舞台を見に来ていただけて本当に幸せに思っております。また来年このホールで9月12日に
土曜日なんですけれども、このようなオペラの会をまた計画しております。演目は今2つ3つ候補が上がっておりまして、どれもすごく有名な素晴らしいオペラなんですけれども、ぜひまた皆さんこちらにお誘い合わせの上いらしていただけましたら大変嬉しいです。ぜひまたお楽しみにしてください。本日はどうもありがとうございました。